こんばんは、ちおちゃんのお時間です。2019年、チンパンジーが集団でゴリラへの襲撃を行ったことが初めて観察されました。この襲撃により2頭のゴリラが命を落としています。近年、チンパンジーとゴリラの世界で一体何が起きているのでしょうか。そこで今回はこの信じがたい襲撃について詳しく説明したいと思います。このチャンネルでは生物などをできるだけわかりやすく解説していますので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。猿の戦争。同種間の暴力は哺乳類ではよく起こることです。人間の間でもネズミの間でも起こります。最も多くの場合は食料の取り合いで、一つしかない食料を2匹以上の動物が奪い合い、この時致命的なダメージを相手に与える結果となることもあります。これに対し多種間での暴力は捕食という形でよく見られます。多種間の食料の奪い合いはこれよりもずっと稀です。チンパンジー同士、ゴリラ同士の殺し合いは複数の群れの中で頻繁に報告されています。一方、ボノボとオラウータンでは殺し合いは見られません。チンパンジーの同種間の争いで最も多いのは大人のオスによる他の大人のオスの殺害です。そしてこの殺害はコミュニティ内よりもコミュニティ間でより多く起こります。さらにその多くがチンパンジーの群れが縄張りの境界をパトロールしている時に起きます。チンパンジーは他のチンパンジーの存在を確認するため、他のコミュニティの縄張りの深くへ侵入することがよくあります。この場合、頻繁に争いへと発展するのです。これは人間社会で起きる戦争と似ています。一方、ゴリラ同士の殺し合いはあるグループが他のグループに出会った時に起こります。チンパンジーの生息域は中央アフリカから東アフリカに広がり、いくつかの地域でゴリラと重なっています。ガボン共和国西部ロアンボ国立公園でも同様に、チンパンジーと西ローランドゴリラの生息域が重複しており、事件はこの場所で起きました。この事件は2回起こっています。詳しく見ていきましょう。最初の事件は2019年2月6日に起きました。この国立公園に生息するレカンモと呼ばれるチンパンジーの共同体は正午頃、パトロールのため自分たちの縄張りの外に出ました。この時の頭数は27頭です。夕方になり、他のグループのチンパンジーの形跡が見られなかったため、パトロールを終え縄張りの東側の境界線の内側に戻りました。この時、27頭のグループは18頭と9頭の小グループに分かれています。この辺りの植生は密集しており、視界は制限されていました。その時です。大きい方のグループが突然ゴリラの群れに遭遇しました。ゴリラの群れは1頭のシルバーバック、3頭のメス、そして1頭の子供からなっていました。1頭のオスのチンパンジーが叫び吠え出すと、他のチンパンジーたちも一斉に吠え出しました。ゴリラもこれに対し吠え、うなり出します。攻撃を仕掛けたのはゴリラからでした。シルバーバックはギアという1頭の若いメスのチンパンジーに襲いかかり放り投げたのです。これに怒った9頭のオスのチンパンジーと1頭のメスのチンパンジーがシルバーバックを取り囲みました。そして連携して攻撃を加えたのです。多勢に無勢、攻撃を受け続けたシルバーバックは彼の群れから30メートルも後退することとなってしまいました。この時、リトルグレイと呼ばれる大人のオスのチンパンジーが子供のゴリラを抑え込みました。子供は苦痛の声を上げましたが動くことができません。そして子供のゴリラはチンパンジーのガンプモンでテア、そしてまだ若いシーザーとシアに取り囲まれ拷問に遭いました。激しい攻撃の結果、この子供のゴリラは命を落としてしまいました。ただ遠くでゴリラのドラミングの音が虚しく響いていました。一方のチンパンジーたちはこの戦いで最初に攻撃されたギアが重傷を負い、2頭のオスがかすり傷を負っています。この争いは結局1時間弱続きました。これが1度目の襲撃です。そして2度目は同年12月11日に起きています。この日、27頭のチンパンジーが北側の縄張りの境界線へと向かって進んでいました。
向かっている方向とこそこそと頻繁に地面を嗅ぎ回っている姿から、この縄張りのパトロールには何か差し迫ったものが感じられました。正午頃、オスのフレディが急に毛を逆立たせ警告の声を上げました。目の前の大きな木が揺れていたのです。そしてフレディはこの木にゴリラがいることを見つけました。ゴリラの群れは全部で6頭でした。1頭のシルバーバック、それぞれ赤ん坊を抱えた2頭のメスゴリラ、そして残りは1頭の若いゴリラです。チンパンジーのほとんどがこの木の周りの木に登り始めました。彼らはゴリラたちを包囲したのです。そして残りの4頭は地面で待機していました。チンパンジーたちはゴリラに向かって吠え立てました。しばらくするとシルバーバックは隙を見て木を駆け下り逃げました。チンパンジーたちは彼に向かって吠えましたが、後を追う者はいませんでした。続いて赤ちゃんを抱えた1頭のメスゴリラが木を下りましたが、チンパンジーに囲まれてしまいます。チンパンジーは赤ちゃんゴリラを執拗に狙いました。母親のゴリラは何度か赤ちゃんを奪われましたが、その度に取り返し何とか逃げることができました。この時メスのチンパンジーは座ってその様子を傍観しています。一組の親子は逃げ切れましたが、もう一組の親子は同じように取り囲まれ、最終的に赤ちゃんを奪われてしまいました。この後赤ちゃんのゴリラはチンパンジーたちに食べられてしまいます。この構想は結局1時間20分続きました。これが2度目の襲撃です。冒頭で言った通り、チンパンジーがゴリラを襲う行為は今回初めて見られました。この襲撃は両方ともチンパンジーが数で勝っており、結果大人のゴリラと子供のゴリラを引き離すことが可能となっています。このことから数で勝るチンパンジーがより体格の大きなゴリラに致命的なダメージを与えることができるということが判明しました。しかし一つ不明なことがあります。それは何のためにこれらの襲撃が行われたのかということです。2回目の襲撃ではゴリラの子供はチンパンジーに捕食されました。しかし1回目ではそのような行為は見られていません。これらのことから狩りとしての行為なのか、それとも大使館同士の構想なのかを断定することができませんでした。研究者たちは今後観察を続けていくとのことです。彼らはこの2つのグループが今後出会うと、また今回のような争いが起こるだろうと推測しています。レカンボのチンパンジーのグループは少なくとも7つのゴリラのグループと重複しています。チンパンジーとゴリラは進化の過程で同じ地域で生きることに適応してきました。ゴリラは地上に生える草を主に食べ、チンパンジーは樹上の果物を食料としてきたのです。詳しくは以前の動画ボノボの自己家畜化で説明しているのでご覧ください。このように共存していたこれらの2種ですが、現在人間の介入により個体数の減少や絶滅の危機にさらされています。開発による食料不足がこれらの襲撃を引き起こしたのかもしれません。チンパンジーは場合によって非常に攻撃的になりうるということが分かっています。そしてその矛先は人間にも向けられうるのです。ある動物の専門家は、生息地が奪われたチンパンジーはこの責任が誰にあるのかを知っていると言います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。